神崎リノアは日本の女性コスプレイヤー、アイドル、歌手、声優、京都府出身。2009年黒執事の主人公、シエルの女装姿でコスプレデビュー、その後2012年より芸能活動を開始。当初はキャンペーンガールや総合格闘技大会パンクレス257にラウンドガールとして出演するなど、コスプレコンパニオンとしての活動がメインであったが、 コスプレアイドルユニットリ、ディー v a 2.5のリーダーも務め、作詞も担当。以降、所沢ローカルタレントとしての活動や、テレビ番組へのゲスト出演等活動の場を広げ、2015年には、ファースト DVD、神崎里乃はボリューム1レイヤー制作委員会にて、グラビアアイドルとしてもデビュー、同年、もぐもぐ風林火山2の陣のモグ姫役として、声優デビュー。2019年には、 ライブアイドルグループ虹色幻想曲、プリズムファンタジアに加入し8月3日、東京アイドルフェスティバル2019内、東京グラビアアイドルフェスティバル2019の初日に出演した。フナッシーが好きで2014年には、フジテレビの特段ね。にて、フナッシー自作衣装作成特集で自宅取材を受けたことがある。漫画家の神崎ゆずは、実の妹である。神崎りのは、 コスプレを仕事にしたいレイヤーにアドバイス。ミニシアター通信。2019年5月9日閲覧。グラビアや、声優もこなす、美女レイヤー海外作品も参考に、日本とは違った解釈がある。オラカニュース。2019年7月3日閲覧。イメージは、戦う乙女。総合格闘技大会。パンクレス257参戦コスプレイヤーの衣装、お披露目。 ガジェット通信。2019年5月11日閲覧。コスプレビジョンがブラブラ。神崎リノアとコミケ88を散策。ウォーカープラス。2019年5月9日閲覧。動画、埼玉ポーズ美人。神崎リノアイン。所沢航空記念公演。ソーダ、埼玉ドットコム編集部。2019年5月9日閲覧。限界露出。 コスプレイヤー神崎リノアグラビアデビュー。ウォーカープレス。2019年5月11日閲覧。新モグモグ風林火山に、ネット。パチナナ編集部。2019年5月11日閲覧。虹色幻想曲。プリズムファンタジア。2019年3月13日。シークレット新メンバーを、お披露目。虹色幻想曲公式ブログ。2019年5月9日閲覧。 東京グラビアアイドルフェスティバル2019東京グラビアアイドルフェスティバル2019公式サイト2019年8月3日閲覧コスプレイヤー神崎リノア初めてのスクミズに挑戦ガールスニュース2019年5月9日閲覧コスプレイヤー神崎リノアゆるいタンクトップでは見えているんじゃないかとドキドキアメーバニュース2019年5月9日閲覧 現役コスプレイヤー、神崎リノアセカンド DVD は、ポロリ寸前 a s k ー j p 2019年5月9日閲覧。露出度ギリギリ。神崎リノアが、女騎士コスプレを披露。東京ウォーカー。2019年5月28日閲覧。ありがとうございます。